のんちゃんのやらかしエピソード3本です。作業をしながら音楽聴くのっていいですよね。結構家具組み立てたりとかいろんなのをするんですけども、まあ、無音でが一番やっぱり集中できるので、大人いい時もあるんですけど、今日突然思い出したんです。すごい面白くて。今日朝起きて準備してたんですよ。で、準備してる時に音楽かけてたんです。自分のスマートフォンでミュージックかけながら朝の準備をしてたんですよ。で、家出た朝にスマホから音楽鳴らしっぱなしでみんなに聞かせちゃってて、気がつけなかったんですよ。もうそのままのノリで出てきちゃって、びっくりしちゃって、待って、自分のスマートフォンから家と同じ感じでミュージックを響かせてると思って焦りましたね。急いで消しました。もうみんなで喧騒ストリート始めちゃっててびっくりで、それに気づかずに普通に歩いてて。そうなんですよ。で、起きた時にそのシエルちゃんが、猫がいるんですけど、懐いてないって話してて、そう、ご飯をあげたりとか、おトイレの掃除したりとか、遊ぶ担当したり、何か担当があるといいよって言われて、今日なんて起きた瞬間にもう家出なきゃいけないからのリビングいたんですよ。で、お留守番の時だけはお部屋にね、お家にいるようにしてるんです。で、お部屋に入れなきゃいけないと思って、起きてみゃーって言われた瞬間キャッチして入れといてよって思って、そんな朝寝起きですぐね撫でてもらえるかなって思ったら、行かなきゃいけないから、私も入れられちゃったらね、そりゃ嫌ですよねそりゃ嫌われるに決まってるじゃんと思って両親、そう、懐かないに決まってるよね。そうなんですよね。両親たちはきっと嫌われたくないからキャッチしないってことでしょ。もうそれ毎回言うんですよねえみたいな入れる係になったら嫌われちゃうでしょ私って、自分たちもやってよって言うんですけど、今日もねいたんですよ。そうで、バタバタしてたらストリートのしてました。もうびっくりと思って、恥ずかしかったですね。そんなことを思い出して、作業中音楽聴いたりもね、よくするんですけれども、作業、こちら、冷たかったですよね。帰ったら甘やかしたいと思います。あ、今日聞いて。昨日暑くて寝たのこの時間くらいですかね、このあたり。まあ、25度近かったじゃないですか。初めて、今シーズン初めて冷房をつけて就寝したわけです。で、今日出社したわけです。しえちゃん入れたり、自分はスピーカーをね、ストリートでね、流しながら出ちゃったりとか、ちょっとバタバタしてたんでしょうね。冷房を消し忘れてきちゃったの。やらかしたーと思って、悲鳴ですよ。もうその時には電車乗ってて、母に、もうシエル入れてよとか、私が入れて嫌われちゃうじゃんとか。報告してたんです、移動中で。ちゃちゃのためにエアコンがねつけてきてるんですよ、いつも。で、リビングはつけてる。で、つけてきた、ちゃんとそれは言った。で、その流れで、昨日エアコンつけて寝ちゃったみたいな、暑かったよねみたいな話してたら、え、もしかして消してないんじゃないって思って、そこで気がついたんですよね。もうでもさ、電車乗っちゃってるし、引き返せないしさ、終わったと思って。まあ、リビングは結構しっかりつけてるんですけど、自分の部屋は緩めにかけてたので、いやでもね、どうなの電気代と思って、もう気をつけようねって言われましたさあ、ということで、ここまでウェザーニュースライブアフタヌーン3時間お送りしていきました。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後も引き続き最新の気象情報を確認しつつ、素敵な土曜日ですね、週末をお過ごしください。それでは皆さん、ごきげんよう。